まあ、僕がしようとしていることは、まあ、伝統的なものを継承したりとか続けたりっていうのは僕で3代目になりますからね、もちろんそれは大事な仕事だと思っていて、ただまあそのイノベーター家系って言われたように、どちらかというと僕のところはその古いものを回顧趣味的にやるんではなくて、その時代時代に応じた新しいものを発信するっていうのが、まあ、家訓みたいなところがあったので、まあ、僕は実はその家訓に沿って、うちの伝統的なことをやってることのつもりなんですけれども、まあ、戦前は日曜日な着物を着ていて、まあ、戦後どん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 着物が日常のものから離れていってリアリティがないものになっていって、ここへ来て東京オリンピックも決まって世界中の最先端のものとか東京もしくは日本に集まりつつあって、最先端の街で物があふれる街へ行けば行くほどですね、伝統的なもの文化的なものっていうのはすごくリスペクトされたりとか新鮮に思えたり新しく思えたり、ただその時に回顧趣味でいいかっていうとそうではないので、今の時代に合わせた美意識とか価値観に着物っていうものをどう進化させたっていうことにやっぱりトライしないとダメだし、ただまあ伝統を楽しむっていうのは非常に大人の感覚ですので、さ衣食住全てにおいて目の肥えた方に大人だと思うので、そういう方にやっぱりチョイスしていただこうと思うと、やっぱりこちらもきちっと大人のチョイスをしていかないと、一番注意しているのはやっぱり本当にこの進化で正しいかどうか、本質を外してないかどうかっていうことをやっぱりいつも常々チェックしながらやってますね。着物もきちっとファッションできますし、モードができるし、これが着物でしょっていうものは何もなくて、この時代の着物でしょっていうのはやっぱり作りたいなと思います。